はい、皆さんこんにちは、ヒロンガーです。というわけでやってまいりました、フェス外伝ということですね。ホムホム可愛いしですね、魔法少女ラハールちゃんもめちゃくちゃ可愛い。で、今回なんですけれども、ですね、魔法少女マドカマギカのキャラクターもめちゃくちゃ全員揃えたですねパーティー作りたいなっていうね思いがちょっと消えないので、まあ、最低でもね200は回していこうと思います。その200連の中でですね、まあ、全然ねキャラクターが当たんなかったらもう全キャラみたいな感じですね。でですね、今回ですね目玉キャラの紹介とかなんですけれど、ちょっと200連回すということで、ね、もうささっととりあえずねささっとですね紹介するんですけど、アタックが強すぎる。そしてですね、多分皆さん気になっているのは、ね、どっちかというとマビリティというよりこの技ですよね。はい、この固有技の方でですね、クリティカルのこの S 単体で技威力がプラス 10% されるということで、クリティカルが出たらもうねさらに強くなると。そして炎属性、今回炎属性のねキャラクターがめちゃくちゃ多いですね。はい、でそれもめちゃくちゃ強いんですけど、今回一番注目されているのはこちらですよね。はい、突散すると覚える技、ゲージがですねプラス1000の連続禁止のクリティカルがなんと 100%、 1人で 100% 突破。そして味方がですね全員アタックとデフが 20% アップ、しかもですね敵のデバフが半減してしまうって、もうめちゃくちゃ最強、むっちゃ強い。そしてこのね魔法少女ラハールさんなんですけどね、こちらの方もですね技威力が 10% アップのデフも 8% プラスされせるという、しかもなぜか炎属性めちゃくちゃ強い。はい、そしてしかもイント81ってこれやばいでしょ。はい、もう余裕の1500万超え。あ、これはですねもうめっちゃ強い。さすがフェス限外伝っていう感じですね。はい、技の方もですね、なんとこれはですね超魔王ラハールのですね、イントバージョンですね、イントとデフが 35% 高度ゲージ500を自身にね、500のね高度ゲージ回復しつつですね、でも味方全体のねバフをね、しかもかなり強力です、これをかけることができるっていうことで、もうめちゃくちゃ強い。当てるべき、むしろ当てましょう、やっていきましょうって感じで、今回200で回していきたいと思います。はい、で、まあ、今回ですね、とりあえず100、ね、まずフェス限外伝ですね、フェス外伝ですね、をですね、100連回していきたいと思います。さあね、一番最初のね、大事なね、来ました。初手大事なね、ここで金壺出してくるっていうのがね、また今回、まで、フェス限ってさ、あれおかしいよね、今回星3と星4両方2倍の回数率だから、3割超えでですね、あれですね、星3が出てくるはずなのに、なんと星3が1体と、本当にフェス限なんでしょうか。赤いね、赤いよ。あ、赤い髪の毛がいっぱい来てるよ。ことは赤い、すげえ、めっちゃ赤い。ちょっと赤い、髪の毛てっぺん、あ、服が赤い。すごい、赤いとこもうなくなった。あ、全然青い、どんどん青くなってくる。さあ、来ました。ね、この前半の答えが赤いってこと。はい、聖女エトナ持ってる。いや、でも可愛い。いや、いいよ。でも、ここでですね、まずね、可愛い子が来たっていうところがまず素晴らしい。フェス券が来てるってことかなり持ってますね。おいやいやいや、最後ね、おまけのキノコってところですね。まあ、いい感じでスタート切れたんじゃないでしょうか。フェス限の、聖女エトナの方が当たりました。じゃあ、これも20連目の方も、このままね、ノリで行ってきましょう。見慣れた光景。おー、これね、これくらいだよね。大体フェス限とかでね、大体ね、星さんがね、3、4体ぐらい出てくるのが、よろしくお願いしますね。はい、まあ、来ないのでね、はい、月の方も白かったので飛ばしちゃいました。はい、20連目こんな感じですね。まあね、特にツッコミがいもなく動物が多いなって感じですかね。はい、それでは30連目いってみましょう。見慣れた光景、私これ見慣れております、ご安心ください。だこれ昇格する可能性が、最低保証ってありえんの？だってこれフェス限だよね。ああ、さすがにね、さすがにグングンしますよね。あぶねえ、びっくりした。こんなんありえんのかと思ってたからね。よろしくにゃ。はい、よろしくにゃ。とりあえず猫が多い。今日からよろしくばし。とりあえず豚が多い。よろしく。あ、とりあえずコウモリが多い。よろしく。なんかもう赤いコウモリ2連続で来るって、これはこれですごい確率なんじゃないか。やばいね、赤いキャラがいっぱい来てるんだなって、さっきから思ってんだよね。あと動物、あ、黄色くなった。コウモリと、急に人間になっていく。あれ、どこでそこすんだ、ここか。最後まで持ってくるとはね、ありがとうプリニー。さあ来ました、昇格でございます。もうこんな感じで何来るっすかね。俺今のところ赤いのいっぱい来てるから、アデルとか来ちゃうんじゃないかなと思ってた。いや、マジで持ってんだよな、こっちの。こっちのアカウント持ってんだよな。いやー、すげえ。でもなんか今のところエトナ尽くしで赤い髪って感じ。いや、すごいな。はい、というわけで30年目なんとフェス限が2体来るというね、好調子なのに全然メインが来ねえっていう感じですかね。いやー、なんか今度赤いのに取られてるわ。はい、で40年目は安定の青壺でくるくる回ってると。いや、あれ、ボタンが効かないんだけど、やばい、画面タッチが効かない。ああいうこと来た。あぶねー、いや、びっくりした。これ実はですね、iPhone SE2 じゃなくて iPhone SE なんですよ、これ。
ね、もうめちゃくちゃ何年前、7、8年ぐらい前の携帯なんで、ね、めちゃくちゃ動き悪いんですよね。さあどうなる。おお、これこそフェス限定感じの豚さん。おお、コウモリ多い。今日は空飛ぶやつ多いよ。そしてキノコ、あー来ないね。よろしくね。よろしく。あー来ないな。これも来ない。真ん中尺取りすぎでしょこれ。でかいでかい。うん、来ないね。はい、じゃあね、次50連目っていうことでですね、こちらはですね、まあね、星4が確定するんですけれど、だからってフェス限が来るっていう可能性が高いわけでもないから、全然安心できないんだよな。さあ、どうなる？なんかすごいな、黄色いしょぼいのがちょっとっていっぱい出てくると、なんか寂しい感じになってくるな。もっと激しいガチャを見ていきたいんですけどね。そして次も白い。でもね、消化が絶対しますからね。はい、これはね、どうしようかな、何が出てくるかな、あららららあ、間違えた、あ、やべ、止まっちゃった。あー、最後にベリル先生か。はー、赤い、いや、ピンクか。でもここでベリル先生が来たってのは、なんかのね、兆しだと思ってね、これ次のね、60連目回していきたいと思います。おそらくですね、次もね、来ちゃうんじゃないでしょうか。金壺ちゃん来た。いおー、激しい。そこ、これこそフェス限よ。フェス限ってなんか激しい感じあるもんね、赤いのがいっぱいあってね。これ昇格はしないのかな。1体は当たったって感じでしょうか。さあ何が来る。そろそろね、そろそろ、いや、そろそろって今回結構調子いいんだけどね。さあ実験させてもらえ。おお、教授写真みたいなのか。よろしくね。あ、来た、よし、来た、あんた、これで終わるか。うわ、てか先生、なんか先生多いね。よく見るね先生今回は。いやー、ラズベリル先生ということで、俺の命もう来ないか、星4か、ね、あんたに預けた。どうしようかな。なんか今回なんか同じキャラをよく見る気がする。頑張る。うん、来ない。はい、最後喋りもしない。はい、だけどね、60名無事終了いたしました。残りとりあえず40連までパパパッと回していきたいと思います。ここは来ないかな。なんか寂しい。まあ、来ないんだったら来ないで、私飛ばしちゃいたいんだけど、とりあえず昇格の方見ていきましょう。あ、一応赤い月。でも、昇格はなさそうな気がするな。はい、どうだ。あ、来ない。わ、綺麗に真ん中3つが星3。で、周りはこういう風にね、目が黒いやつで固めていく。手を貸してやろう。お、手、ひれな、お前は。はい、ゴーストで。おー、なんもないね。あ、全然ないね。あら、昇格もしないね。頑張りますね。あら、今日の初スライムと初妖精でできたな。はい、来ません。ってことは次は来るんです。なぜなら20連で1回は来る確率ですからね、星4っていうのはね。来ない。ポン。うわー、なんかやっぱなんか寂しいな。あ、なんだろう、なんか節限って星3なんか4つ5つぐらいポポポポってなってて、なんか激しい感じがあるのに、なんか左側に黄色いのが寄ってくるとなんか寂しく感じますね。はい、誰で、あ、来ないね。飛ばそう。もうね、ウサギばっか。おお、ウサギ3匹。ウサリアが喜んでるよ。はい、これは来ないか、全然来ないか。でも次は来てほしい。さすがに金粒ぐらい来てか。来ました、金粒、ありがとうございます。おお、とりあえず1体確定してあげる。何来るかな。おお、来た、軍来た。昇格するんじゃないかね。昇格したら熱いよ。ありがとうございます。僕頑張ります。頑張れっす、頑張るっす。まさかのウサギ4匹目と、なんか俺の命、赤いのもなんか2体みたいな。あんたに預けた。これは昇格、何が来るんだろう。すごいです。おっ、来た、来たけど叫べない。なぜなら夜だから。うわっさ、めっちゃ嬉しい。来た、やった。あ、マジで嬉しいよ。めっちゃ育てよう。やった、低評価の嵐、ありがとうございます。いや、まぁ、あ、ちょっとね、100、200年回すから許してください。今回はやったぜ、めっちゃ嬉しい。来た、やった。はい、いやあ、フェス限久しぶりに当たった。やべえ、ちょっと感動が。あ、かわいい。声がめっちゃかわいい。ちゃんと撮り直してるとこ偉い。よろしくお願いしますね。ここでホームラン来ちゃうとか、そういうやつ、やめ、マジで。地球の未来は私が守る。来た、ゴードン。もうゴードン動画出そうかな、もうもはや。どうしよう、一番最初の編成でなんか2周年のアニバーサリーの大型アップデート来たら、ゴードン一番最初にね、あえてね、あえて転生させてみると面白いかもね。はい、というわけで90連かな、90連目で、ね、魔法少女ラハール来ました、ありがとうございます。ただね、ここはね、ちょっとね、最後ね、金壺確定なので、ね、10連100連前回していきたいと思います。いや、ここでホームラン来ちゃってみんなでね、そしたらもうありがとう、100連で終わりって言いたいんだけれど、全然来る気配がないよね。パーン。さあどうだ、2
たいね。ほらほら、ここで来ちゃうでしょう。助手ゴードンよりめちゃくちゃ優秀な助手が来た。もう来ないか。最初から決まっていたことさ。うん、来ない。よろしくお願いしますね。よろしく、ありがとう。みんなよろしくお願いいたす。久しぶりだね、女侍。精一杯頑張りますね。いや、いや初代で女侍育てまくってたもんな。はい、だけど、まあ、とりあえず100連のね、結果なんですけど、星4の、ね、ベリム先生が見たいとかいろいろ来ましたし、まあね、今回ね、そう、まあ、大当たりも引きましたと。今年フェスゲームもね、3体当たりましたと。いうことで、あー、300連回せばホムラー手に入るのか。でもな、なんかここで300連回すより、マギか、マドカとかね、いや、マミさんとか、やっぱ京子さんとか欲しいんで、ここで300っていうわけにはいかないよね。はい、じゃあね、ちょっとね、ここでね、回さないでって、まずは、ね、京子の方ね、50連で当てていこうと思います。はい、やってまいりました。京子さんです。こちらですね、クリティカル確率がですね、40% アップしてのですね、そしてさらにですね、まあ、当たりができるっていうね、素晴らしい技を覚えてるけどね、安定の最低保証でございます。そりゃそうです。こちら、フェスゲンじゃございません。飛ばしていきましょう。そして20個のですね、京子さんのですね、かけらありがとうございます。まあ、50連は回すつもりなので、起きた。いや、来たよ。これはね、50連目じゃないので、確実にですね、1.2% だったかな。はい、他のね、その他キャラクターが 1.8% につき、ね、こっち 1.2% なんで、ほぼ当たるでしょうという感じでございます。ありがとうございます。おー、いい列車の方に待ってる。だいぶ、あれ、なんか随分教授が来るようになったな。新しい怪物な。人間。なんだこいつ。今日からよろしくの日。豚。ブッダじゃない。よし、頼むで、お願いします。いや、プラチナムだから何当たっても嬉しいんだけど。俺様30で、アホタあれなんだ、好きだけど。精一杯頑張りますね。来ないか。その他 1.8% が来ちゃったか。なかなか 3% で欲しいのは当てるのなんだけどな。おお、やっぱりこれはフェスゲン。なんかフェスゲンの後にこれやっちゃうとなんか凄さを感じてしまうのは自分だけなんだろうか。エリンギャー、エリンギャー、ストのエリンギャー。よろしくの日。ない。本当にないのか。昇格、あ、待って、今気づいた。昇格するじゃん、これ。どうぞ、そうだよ、あれ 2個だったもんね。3個あるじゃん。やった、くるくるくる。何が来る、何が来るのかな。ありがとうございます。頑張ります。やったー。これは、来たでしょ。だって 1.2% で、他のキャラクターが 0.0何% なのに、これで他のキャラクターが来るわ。ティミーまさかのティミーが来ちゃうの。てか懐かしいも何もティミー前回のねキャラだからね。もう早速来た。うわおーい、わーい、育てられる。いやー、星さんがやっと来たのにこの扱いは勘弁してほしいよね。いや、そして、あー、ダメだ。やっぱね、これは普通だよね。いや、サンパーってことは30年回して鍛えてればいいでしょって話だもんね、普通に考えたら。怪我したら僕に任せてね。うん、はい、じゃあね、次はね、50連目です。すいません、動画でコメントいただいて本当ありがとうございました。なんとですね、50連目の星4をですね、僕2年ぐらいこのゲームやってるくせにですね、なんとですね、4.61% だったかな。全体同じ可能性なのに、私完全に勘違いしてですね、他のね、1.2% で同じ確率だと勘違いしておりました。なのでですね、これはもうですね、確率が出やすいとかないので、もう本当にですね、多分最初から決まっていたことさ。そこの星4は。いやピックアップされてないから当たんないかな。でも奇跡に当たってくんないかな。持ってないキャラだったら当たるかも。おー、ディスガイア。いや、ほんとディスガイアハイブル大好きなんだよな。いい子This is the いい子。いやでも来なかったから、まあね、仕方ない。これはね、むしろね、持ってないキャラクターが当たったからまあ良かったと思いましょう。はい、だけどですね、まあ京子さんのかけらはね、100個あるもののですね、本体が当たんなかったってことでですね、とりあえずね、ちょっとね、まどかさんとまみさんも当てていきたいのでね、ちょっとね、残り50連のどっちで回していきたいと思います。当たんないかな。いや、じゃこれでもし、どっちか当たったら、もう全部ね、全キャラ揃うまで回します。尺でバレるか。はい、頼むで、お願いします。おお、ちょっとなんかフェスゲン、なんかフェスゲンみたいな、なんかいいもの 6体くらいいなかった、星さん。17%だよね。17%合ってるね。17% を10連の間に6体引いたのやばくない？昇格するじゃないこれ。どうぞお引き立てを。あ、お引き立てありがとうございます。青いお引き立てありがとうございます。よろしく頼むよ。俺ら何言ってかわかんねえ。よろしく。よろしくどうも。コウモリ多い。精一杯頑張りますね。ヘアリーもよく見てきた。あ、ウサギ多い。俺ら何言ってかわかんねえ。おー、なんだこれ。いやー、叫んでばっかだな。うえー。
うそ、本当にじゃあ 17% を 10連の間に6体引いたの、すごい、ある意味すごい確率引いてるから当たりそうだけどな。うん、まだ4体だ、すごいすごい、フェスゲンみたいな引き引いてる、引き引いてるって何を、語彙力、来ない、そして白い月、よろしくお願いしますね。はい、どうもありがとうございます、よろしくな。おお、イケメン、何で買うね、通訳喋れ、よろしくな。あ、イケメン見ない、よろしく。おお、コウモリ、青いやつ、おふふ、よろしくね。はい、どうもありがとう。もう来ないね。いや、まあそりゃそうだよね、安定のだよね。いやー、なんかやっぱ来ないのかな、優勝ガチャをって言ってね。いや、自分ね、別に無課金ってかね、リズガイ RPG に死ぬほどお世話になってるんでね。おお、なんか綺麗な三角形ね、別に課金を絶対何が何でもしないよっていうわけじゃないんですけど、やっぱ2年近く無課金でやってくるとね、今更課金するっていうことに抵抗があるんですが、お金を払いたくないわけではない。どうしよう、困った。全然当たる気配がないし、マドカマギカシリーズ揃わない。今思えば魔法少女ラハールだって、今思えばマドカマギカのキャラ勝ってたらちょっと違うからね。いや、すげえな、最低保証まで引いちゃうしね。はい、じゃあね、50連目で来ましたね。ここまで確率は上がってないことなんですけれどね、せっかくだからね、このね、50連目の金粒をね、願って祈って、それで回していきたいと思います。お願いいたします、当たってください。当たったらもう、はい、全キャラ揃えるまで回します。石がなくなるか、すごいな、フェスゲン。てか、まあ、2周年が控えてなかったら全部回してもいいかなと思ったんですけど、ね、2周年もね、捨てがたいんだよね。あ、なんかすごいな、なんか双子ちゃんばっかり急に豚になっていく。おお、これは、あ、すごいです。私ここでですね、おお、叫ぶ、誰か起きてみたら叫んでやろう、共に行こうぜ。まさかのバルッチじゃねえか、好きだけどね、まあ、よろしく。来ないかな、もう昇格が来ないか、それでも 3% だもんな、来ないです。よろしく頼む。はい、てなわけでですね、200連回したんですけれど、まあ、お目当てのね、キャラクターちゃんちゃんちゃちゃんキャラクターはですね、魔法少女ラハールが当たったということで、まあ、100連なんですけどね。はい、で他のね、50連ずつ回しても当たんなかったよということで残念でした。はいね、まあ、今回ちょっとね、ガチャをね、メインで回すということで久しぶりだったんですけど、また2周年で、ね、お見切り回して、あ、これ回すの忘れてる、これやろう。はいね、早速ね、2周年の方でもですね、残りのね、石回すためにちょっと今回200でね、抑えさせていただきましたが、はい、ぜひぜひね、皆さんもですね、回してみて、確実に今回の窓うまぎコラボは強いです。で、2周年でもっと強いキャラ出る可能性はあるんですけれど、だからって言って、この窓うまぎのですね、キャラクターがかすぐほどね、ってことはね、当分の間ないと思うのでね、ぜひぜひね、あの、窓まぎが好きな方とかですね、ぜひぜひ回してみてはいかがでしょうか。というわけで最後までご視聴ありがとうございました。またね。